久保さん、今回沸騰店にしましょうか、沸騰店。まあ、この前だったかな、まあ、結構言われるんですけど、あのー、なんだろうな、うん、吉野さんいつも何やってんすかみたいな。うん。とか、あと、この前、その、まあ、今回のテーマな、テーマに、まあ、リンクするやつなんですけど、あのー、お客さんの対応っすね。えー、対応に関して、その、まあ、その方はね、 うんまあちょっとマインドセット、モチベーション上げないとお客さん対応できないみたいな、うん、あるみたいに言ってたんですけど、これはね、沸騰点まで、もう蒸発しきってると <laughs>、どうなるかっていうと、何着ても関係ないですよね、もう、もはや。うん、だから、まあ結局、まあ、僕自身も最初の頃は、お客さんからお問い合わせあると、なんだろうな。 めんどくせえなとか、あなんかいろいろな感情が出たりとかしたんですけど、今はね、あの、やっぱね、数こなしすぎてきたので、何も思わないですよね。<laughs> 何も <laughs>。何も思わない。うーん、なんかその、だからなんか、 多分ね120、なんかマグマ、まあ沸騰、まあ水お湯だったらあれですけど、マグマとかに水入れたとしても蒸発するだけじゃないですか。どうですかマグマイメージしてほしいんですけど、マグマに水入れたとしても蒸発してもうふわってなくなるだけですよね。まあお湯だったらね、ちょっと水入れたら温度下がっちゃうかもしれないですけど、マグマ、マグマレーベルですね。マグマの沸騰点みたいな。マグマの沸騰点まで行くと水入れてもシュワーみたいなね。バーみたいな。もう もう一瞬で水蒸気に変わるみたいな。だからやりきってると何も思わなくなるというか、もはやまあ久保さんが言ってた通り、なんかあのもう自分がマグマの沸騰点だから、あのお客さんのお手せ来てもシュワーッ、シュワーみたいなね。まあ、それが蒸気になるみたいなねなんかそのや。やること、やる仕事、ってかお客さんのお手せなかったら、 やることないんで、大した。<laughs> 暇じゃないですか、久保さん。だから久保さん多分ね、お客さんからお問い合わせあったと今、起き来たな、みたいな感じにならないですか。起き来た来た、みたいな。<laughs> てか、本当にお問い合わせないと結構暇なんで <laughs>、逆にお問い合わせあった方が、まあいいかなっていう。やること増えるし。うん、で、これはなんでかっていうと、やっぱね、あの、やらされてやってる、また、これまあちょっと、まあリンクするかどうかわかんないけど、まあ多くの人って仕事をね、 やらされて、自分で自らやってるわけじゃないんですよ。やらされてやってるので、なんか平日、土日、休みの日は何してますかとか、平日は何してるんですかみたいな。まあよくあるんですけど、まあ僕もあそういうのあるんですけど、まあ365日ずっと仕事だし、なんか境目ないし、ずっと沸騰点だし、だから、うん、感覚がないんですよね、その。うん、なんか今日仕事した、明日から休み、 オフ、オフみたいな。オン、オフがほぼない。オン、オフがほぼないですね <laughs>。もう常にマグマの沸騰で。<laughs> てかまあ、これぐらいならないと結構しんどいと思いますよ。なぜならば、プライベートとそもそも仕事を分けないといけないっていう、ここになんか、もうなんかめん、めんどくさい、まあそのめんどくさいっていう表現は分かんないかもしれないですけど、なんか別にどうでもよくて。 うん、365日仕事であり、365日遊びであり、365日プライベートオン仕事、仕事はプライベート、プライベートは仕事みたいな。だからそこに対してストレスがないってことですね。わかります。多くの人はプライベートと仕事を分けないとストレスなんですよで。もはや僕とか多分久保さんの次元に行くと、それ一緒じゃないと逆にストレスみたいな。わかります。みんなは分けないとダメなんですよ。<laughs> ね分け プライベートと仕事を分けないとストレス。だけど、久保さんと僕の領域まで行くと、これ一緒じゃないとダメみたいな。もはや。ね。まあ、宇宙です。宇宙 <laughs>。運命共同体みたいな。うん。だそこまで、まあ、それは結局なんでそうなったかっていうと、やっぱね、圧倒的な数ですね。これは。本当にこれは圧倒的な数です。だから、やっぱその一般のサラリーマンの方も、結局その、まあ、 あのー、一番最初出社するとき、まあ、結構緊張したと思うんですよだけどその緊張って30年後あります今会社に勤めて20年いてます10年20年30年会社に勤めてますじゃあ新入社員の時の緊張感ってありますドキドキとかどうしようかな不安ってありますないんですよ結局数なんですよね数が 数だったり時間を費やすと、結局そこに対して、何も思わなくなるんですよ。ただ思わなくないですか ?30 年その会社に勤めてて、ドキドキどうしよう、今日、今日どうしようみたいな、なんかあんまなくないですかその新入社員の時の気持ちですよ。多分新入社員の気持ち30年続くんだったらマジで神ですね、その人。<laughs> その人はちょっと神ですね。うん、多分それないですね。うん、ないない。 うんなんかこれはその恋人とかもそうだと思うんですけど一番最初は「は」って例えば初恋がずっと初恋30年続くっていうのは多分ないと思うんですよそのなんか燃え上がるなんかマグマみたいなねあるじゃないですかちょっとこれを言葉で表現できないですけどなんかその高なる鼓動みたいなのあるじゃないですか。 いい女性にこう見たら自分のタイプの女性見てはぁみたいなこのなんかこのあるじゃないですかこれがずっと続くかっていうと続かないんですよこれ無理ですまあ中にはいるのかな僕はすいません無理ですね僕は無理その時のそ,のその時の感情を維持するっていうのは無理なんですよだから結局その大事なことがま,まとめに入ると大事なことは あの人間ってそんなもんなんで要はそこに対してモチベーションとか感情がどうのこうのっていうところを除外した方がいいんですよ要はモチベーションが上がるからできるとかじゃなくてもうもうんだろうな、うん、当たり前のごとく、まあ、ごく普通の呼吸をするが,呼吸をするがのごとく 呼吸をする側のごとくお客さん対応するとかね、呼吸をするごとく <laughs> 仕事をする、呼吸をするごとく商品売るとかね。<laughs> まあその次元に行くと、もうあれですね。だけど呼吸しないとしんどくないですかだから仕事、呼吸なんですよ。つまり呼吸をしないと苦しいわけですよね。仕事をしないと苦しいわけですよ。わかりますそ,うそんな感じです。 でもこれはね、ちょっとね、まあ一般の方は無理だと思いますけどね。<laughs> うん。やっぱそれを分けないとやっぱダメみたいな話じゃないですか。うん。正直まあないので、うん。だからそれはね、本当にね、圧倒的な場数踏むとそれはできます。てかそこに行った方が楽じゃないですか。みんな楽に稼ぎたいと思ってるんだけど、楽までやんないんですよね。うん。その楽に稼ぎたいんだったら、楽にできるぐらいやれば楽になるんですよ。 楽に稼げるし楽に対応できるしいくらでも対応できますようんでもその楽に行くまでの境地に達してないからしんどいずっとしんどいんですよねだからこれもう本当にマグマの沸騰点レベルまで行っちゃうと何が来てももう一瞬であの蒸気に消えさせるっていう <laughs> どうですかね久保さん <laughs> やっぱこれはね場数踏んだ人しか分からないですねまあ一般の人は本当にずっと分かんないでしょうけどここまでやる人がいないので でもやってみたら分かります。でもやらないからずっとしんどい、しんどい人生を送ると思います。呼吸のごとく仕事をする。<laughs> <laughs> そう。だ久保さんが昔ロボットのようにやってましたみたいな、マインドとかいらねえみたいなね。この億万長者シリーズのまあまあ、久保さんの初動機、ね、あのー、お話ししてくれてましたけど、まあそんな感じでやれると、まあいいと思いますけどね。まあでもね、なかなかできないですね。 みんなモチベーションが上がらないからできないとかなんかそんな感じなんでまあいいやまあそんな感じでマグマの沸騰点にしましょうかいってらっしゃい